そして醜く生き延びるがいい。逃げて逃げて。イタチ、あんたの死に様だ。俺の死に様か、再現してみろ。血取り流し。もう一度言う。現実、急所はわざと外したか。あんたはあの時、お前を生かしておく意味もある。三人目、もう一人のシャリンガンと内派一族とは誰だ。殺す。一族を皆殺しにしたあのタイミングで、あんたはもう一人の存在を口にした。ウチハ、マダラだ。木ノ葉隠れ創始者の一人、万華鏡シャリンガンを最初に開眼した男だ。創始者、マダラならとっくに死んでいるはずだ。俺をおちょくってんのか。マダラは生きている。ひどい現実の中にいるのだとそう思いたかった。お前はまだ俺と同じ目を持ってはいないようだな。そしていつか俺と同じ目を持って俺の前に来い。ならさっさと万華鏡シャリンガンを使って俺をやってみろ。それとも今の俺では己の器を測りかねるか。万華鏡シャリンガン、この目は特別。万華鏡はいずれ光を失う。失明。それが九尾をコントロールする力を得る代償か。その目で九尾を手なずけた最初の男、それが内葉マダラだ。万華鏡シャリンガンのもう一つの秘密だと。そうだ、もう一つの秘密。それが最も重要な秘密だ。かつてマダラにも兄弟がいた。弟、内葉マダラと弟、幼き頃より二人は互いの力を高め合い競い合った。競い合い、ついに万華鏡シャリンガンを開眼したのだ。しかし順調だったマダラの身にある異変が生じ始め、マダラは光を取り戻すためあらゆる手を尽くすが、何一つ効果を得られるものは。そしてもう二度とその目の光は閉じることがなかった。永遠の万華鏡シャリンガン。マダラはその力を使い、あらゆる忍び一族を次々に束ねていった。忍び最強と謳われていた主導権争いに敗れはしたが、マダラは今もその動力とともにあり続けている。今のマダラは負け犬だ。ウチハの本当の高みを手にするの奴じゃない。サスケ、お前は俺にとっての新たな光だ。お前は俺のスペアだ。親兄弟で殺し合い、そうして力を誇示し続けてきた汚れた一族なのだ。お前には俺の死に様が見えているらしいな。打ち合いの中で影分身の陰まで。
これが俺の現実だ。これが呪因の力か。これが力の差だ。そしてイタチの勝ちだ。なぜ？だってツクヨミを食らったんだよ。お前、俺のツクヨミを。ただのシャリンガンしか持ってない奴が万華鏡シャリンガンに勝てるはずがないだろ。小石に負けることだってある。要は力量の差。あんたがその目をいくら使おうが、この俺の憎しみで幻は現実になると。さっきのツクヨミで己の目がもがれる幻は見ただろう。ならばそれを現実にしてやる。アマテラスを。そりゃ楽しみだ。やっぱこっち見に来て正解だ。しのいだ時点でサスケが戦いの流れを掴んでるね。カトン豪華級の術。この程度の傷じゃまだまだだ。カトン豪華級。サスケの方が押してる。アマテラス。アマテラス、相当の負担がかかったようだな。これが俺の最後の術になるだろう。シャリンガンはチャクラを見る目だ。確かに今の俺にはチャクラはない。さっきのカトンで全てを使い切ったからな。さあ、ご希望通り再現しよう。あんたの死に様を。チャクラから性質変化で作るものとは気分が違うぞ。この術は天から降る雷。俺はその力をあんたへと導くだけだ。術の名はキリン。これがお前の再現したかった死に様か。
これがなければやられていたな。なんだ、俺の最後の切り札を見せてやろう。サノーだ。隠している力があるが出し惜しみはしなくていいぞ。ここからが本番だ。私が力を貸してあげるわ。クソ、なんだありゃ。サスケ自身のチャクラがなくなったのにもかかわらず、出るものが出てきたな。これよ、これを待っていたのよ。この剣はまさにドツカの剣。日立、あなたが隠し持って、ずっとオロチマルが探していた。やっぱイタチはすげえ強え。サスケはシャリンガンですらなくなってるし、オロチマルも引き剥がされちゃったし。イタチが倒れた。嘘、あれってイタチ死んでない？どうにも腑に落ちないんだけど。なんだ、イタチは元から何らかの重大なダメージを負っていたのかもしれない。